皆さんは自分の体の表面や体内に地球全体よりも多くの生物がいることを知っていましたか？世界はこのような極小なものでいっぱいなんです。地球が実際にどれほど巨大であるかを知るために、この超強力な顕微鏡を通して見てみることにしましょう。まずは肉眼で見ることのできる細菌から行ってみましょう。わかりますよ、ちょっとびっくりですよね。これは世界最大の細菌であり、ナミビアの沿岸水域に生息しているんです。長さは4分の3ミリメートル、砂や塩の粒よりも大きいんですよ。もちろん実際に触ることもできます。その半分以下のサイズに当たるのがイエダニ。夜間この害虫に悩まされている人もいるんじゃないでしょうか。サイズは3分の1ミリメートル程度、肉眼でも見える大きさですが、色は半透明なので見えないはず。ちょっと気持ち悪いですね。ところで生物学のクラブで習ったアメーバを覚えていますか？アメーバはホコリダニと同じサイズ、時にはサイズが2倍大きいものもいるようです。単細胞生物のレベルで見ると結構巨大なんです。ではもう少し先へ進んでみましょう。次は人間の髪の毛。人間の髪の毛の太さはわずか10分の1ミリメートルであり、顕微鏡を使わずに見ることのできる最小の物体だと言えます。次は白血球と赤血球、それぞれ10マイクロメートルと7マイクロメートル。これらの細胞は人体にとって非常に大切なものであり、白血球は様々な病気と戦い、赤血球は血液全体に必要な物質を運ぶ役目があります。粘土粒子と大腸菌は両方ともサイズがほぼ同じです。直径2マイクロメートルであると聞いてびっくりする人もいるかもしれませんね。このサイズを考えれば粘土が水を通過させない理由がわかりますよね。粒子間の距離が狭すぎてくっついてしまうというからなんです。大腸菌は大腸内に生息し、ビタミン K2 を生産する役割を果たしています。そしてもう少し先へ進み、最大のウイルスを見てみましょう。これはメガウイルスと呼ばれるもので、サイズは440ナノメートル。このウイルスが最大だとしたら、他のウイルスがどれくらい小さいのか想像できるんじゃないでしょうか。あ、ウイルスに攻撃される前に次へ急がないと。ふう、逃げ切れましたね。さらに先へ進んでみましょう。このバクテリオファージと呼ばれるウイルスのサイズは200ナノメートルです。ギリシャ語に由来する名前を翻訳すると、細菌を食べるという意味になります。この小さな生物、小さなロボットの雲みたいに見えませんか？バクテリオファージは光学顕微鏡で見ることのできる最小のものなんです。ですのでこれ以上小さくなると電子顕微鏡でしか見ることができません。さらに進んでいくと DNA 差の幅である3ナノメートルになります。そうです、ここでは地球上の各生物の全情報を含む DNA のことを言っているのですよ。でもその幅に惑わされないようにしましょう。ポリヌクレオチド差の長さ自体はかなりのものであり、人体の単一細胞の DNA は約3メートルにも及ぶのです。さらに小さくなり、次は水の分子、そしてそのサイズは280ピコメートル。ちなみにピコメートルというのは10億分の1ミリメートルのことです。H2O というのは2つの水素の原子と1つの酸素の原子が結合している分子のことで、ミッキーマウスのような形に見覚えがある人もいるはず。水素の原子は直径31ピコメートルであり、世界中で最も豊富な原子で、静電荷を帯びた陽子とその周りを周回する負電荷を帯びた電子によって構成されています。電子は小さすぎるので適切に測定することはできません。古典的測定のモデルによると、電子のサイズは約5フェムトメートル、つまり5兆分の1ミリメートルであると言われています。周回している原子と比較すると、約100万分の1の小ささであると言われていますが、そのサイズはそれぞれの原子により異なるようです。電子自体もものすごく小さいものですが、原子を構成している他の2つの主要部分である陽子と中性子は、さらに電子の5分の1の大きさになります。ただし原子核やその核の周りを回っている電子とは異なり、電子は原子核の内側にあり電荷を帯びていて質量があるんです。ここで注意、
ここから先は未知の世界であり未証明の領域であるということを覚えておきましょう。ここでのサイズは100アトメートルというもので、1アトメートルは1兆分の1ミリメートル。これよりも小さいものは正確に測定することができないので、これから見ていくもののサイズはおおよそのものであり仮説によるものです。ここで最初に紹介するのはアップクォークとダウンクォークです。両方とも約1アトメートルほどの大きさで、6種類のクォークの中で最も軽量なものです。クォークというのは原子核の陽子と中性子を構成している粒子のこと。それらには6つのタイプがあり、それぞれ原子に正または負の電荷を与えるなどの様々な特性を持っています。皆さんはそれぞれがどのような特性を持っていると思いますか？ぜひコメント欄で教えてください。さらに進んでいき、400ゼプトメートルのものを見てみましょう。ゼプトメートルというのはアトメートルの1000分の1の単位です。この3つ目のクォークはストレンジクォークとも呼ばれるものであり、その名前にふさわしいものだと言えます。大きさ自体はアップクォークとダウンクォークの約半分なのですが、その重さはなんと50倍もあるんです。簡単な例えで言えば、一つの年ほどの大きさである中性子星が太陽よりも重いというようなものです。とにかく科学者たちはこの世界にストレンジクォークが存在するかどうかも確信してはおらず、理論的には原子が押しつぶされるほどの力を与えられた際にこのクォークが発生すると仮定づけています。すでにここまででも気が遠くなるような話ですが、もうちょっと先に進んでみましょう。チャームクォークのサイズは約100ゼプトメートルだと言われています。ストレンジクォークよりもかなり重いものですが、少なくともその存在が確認されています。静電荷を帯びていることで知られており、大型ハドロンコライダーの実験によって発見されました。それは陽子や中性子などのようなアゲンシ粒子の中で見つかったのです。チャームクォーク自体はものすごく小さなものですが、科学的にはこの発見により大きな突破口が開かれたのです。次はわずか30ゼプトメートルのボトムクォークの番。このクォークについてはあまり多くのことは知られていませんが、負の電荷を帯び、すぐに他のより大きなクォークに変化する性質があると言われています。最後の6番目はトップクォークで、そのサイズは100ヨクトメートル。ちなみにヨクトメートルはゼプトメートルの1000分の1の単位。ここでは全ての論理に反し、クォークの中で一番重く、アップクォークよりも10万倍重いとされています。トップと呼ばれるのも不思議ではありませんよね。このクォークの存在は実験によって証明されてはいますが、ほんの一瞬しか存在することができないということも分かっています。なんだかちょっと悲しいですよね。でもこれで終わりではなく、トップクォークよりもさらに小さな粒子があるんです。見ていきましょうか。その中の一つはニュートリノと呼ばれるもので、そのサイズは約1オクトメーターだと言われています。ニュートリノは電荷を帯びておらず、他のものからの力の影響もほとんど受けないと言われています。そして高速で移動し、あらゆる物質を存在していないかのように通過してしまうのです。現在この瞬間にも全てを通過しているはず。もちろん宇宙で最も強力な顕微鏡でさえも見ることができません。ですので自分の体を通過しているとは言っても何も感じることがないので、気にする必要はありませんよ。それよりもお昼に食べたベーコンチーズバーガーがちゃんと消化するかどうかの心配をした方がいいかもしれませんね。結構脂っこかったですし。そして最後は存在しているものの中で一番小さな粒子世界についてお話ししましょう。ここでのサイズはものすごく小さいので、基地の測定単位とは比較することすらできません。ここで紹介する2つのものは単に理論上で信じられているものでしかありません。1つ目は原理論と呼ばれるものであり、 SF 映画などで聞いたことがあるかもしれませんね。原理論は多くの可能性を示唆しており、そのうちの1つは弦自体は1次元であり、その振動により他の全ての次元につながるというもの。さらに科学者たちは全ての粒子も弦であると主張していますが、そのことに関しては話が複雑になりすぎるので触れるのはまたの機会にしましょう。
そして2つ目のものは粒子法であると考えられています。1つ目の理論によって存在し時空全体を構成しているものです。でもそれが実際にこの世界に存在しているかどうかということについては証明されていません。ですので宇宙を構成しているのは全く別のものである可能性もあるということです。これらの物質はプランク長と呼ばれる単位のみで測定されます。ここでは本格的に科学用語の説明はしませんが、単に信じられないほど小さいものであると考えておいてくださいね。プランク長は原理論や量子法などの理論的なものを測定するために特別に考案された単位です。まあ全てのものには尺度が必要であるということですよね。ここまで来るとこれ以上小さいものはありませんので、普通のサイズの世界に戻ることにしましょう。今日何か新しいことを学べたと思ったら動画を高評価しお友達とシェアしてください。そしてこちらのおすすめの動画もぜひご覧くださいね。これからもブライトサイドよろしくお願いします。